キンプリ5人とティアラが最後に成し遂げた金字塔、公式 YouTube10 億回再生へ最高のグループとファンが達成したナンバーワンでオンリーワンな大記録。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日で q n g o ブンスからは平野市要26、岸優太27、神宮寺勇太26の3人が脱退。平野と神宮寺は同日、岸は9月30日にジャニーズ事務所から退場し、5月23日から金プリは長瀬恋24と高橋海斗24の2人組ユニットに生まれ変わる。 そんな5人の金プリに対してファン、ティアラが送った最後のプレゼントが話題を呼んでいる。今年3月16日の夜に金プリは公式 YouTube チャンネルで、月読みの MV がジャニーズ事務所所属タレントでは初の再生数1億回突破を果たしました。その後、 ティアラたちは10億層再生回数チャレンジと題して5月22日までに公式 YouTube 動画の総合再生数10億回を突破させるという活動を行っていたんですが22日の昼頃ついにそれを達成したんです。女性編集者。 2022年11月に3人の脱退発表が行われてからという、モノキンプリに愛を伝えるべく動いたティアラたちの活動は凄まじかっつ。CD に関しては、2022年11月9日発売の11シングル、月読み、彩り。 今年2023年2月22日発売のトゥエルフスシングルライフゴーソンヘベア・ヤング4月19日発売のベストアルバムミスター5がいずれもミリオンセラーを突破。遅れて5月15日にはすべての原点である2018年リリースのデビュー曲シンデレラガールもミリオンを達成。半年足らずで4枚の作品がミリオンを記録している。 今回の YouTube 総再生数10億回突破はこの勢いが衰えずに続いた結果による一つの集大成と言えるだろう。近く、ティアラありがとうに報われたファンたち5月22日17時の時点で金プリの公式 YouTube チャンネルに表示されている総合再生数はおよそ10億112万。公式 YouTube チャンネルは 岩井 KP 公式チャンネル10億回、ティアラありがとうキングプリンス。と、ファンに向けたお礼のメッセージを投稿。ティアラ、ありがとう、はファンに引用されてツイッタートレンド入りも果たした。おめでとう10億回522に記録が残せたことも嬉しい。みんなで叶えた大切な記録。消さないでね。 キー・エヌ、G ・ジー・アンドプス・ティアラの皆様、味方でいてくださった企業様、スタッフの皆様にこれからの人生さらに幸あれ、本当にありがとうございました。人生に彩りを与えてくれたキンプリや皆様の出会いが私の幸せです。とても素敵な田口アラのみんなキー・エヌ、G ・ジー・アンドプンスへの思い、一方通行じゃなかったねくじけそうな時でも頭と心と、 体を動かし続けてよかったね素敵な楽曲で励まされました。といった声が多数寄せられている。今後も多くのジャニーズグループが活躍するとは思いますがこの大記録はちょっと他のグループとファンには真似できないでしょうね。今回のティアラありがとうにこれまでの思いが一方的ではなくしっかり伝わっていたんだなと報われた気持ちになるファンも多かったのではないでしょうか。 キンプリとティアラがお互いに手を組んで打ち立てたナンバーワンかつオンリーワンの記録。平野さん、騎士さん、神宮寺さんを送り出す最高の花向けになったのではないでしょうか。前での女性編集者。もう二度と出てこないであろう最高のグループキンプリとティアラたちが共同作業が打ち立てた異業平野、騎士、神宮寺、長瀬。 高橋、五人の胸にも強く響いたに違いない。四角、またね、忘れないし大好きだよ。五人金プリ、最後の MV、シンデレラガール2023に赤別と感類コメント殺到。シンデレラガールがミリオン達成をした5月15日公式 YouTube チャンネルは、ミスター、ゴ、に収録されている MV、シンデレラガール2023。 の YouTube バージョンをお礼に投稿していた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。